では、これから第38回の試験問題を使って解説、設計、製図の解説をしていきたいと思います。では、最初に問題集の14ページ。ここで見ていただきたいのは、先ほどまず問題文にマークをつけてくださいよというのが緑の線で引かれています。ここについて見ていきましょう。建物は木造平屋建て。 これはあんまり図面には関わってこないです。次に、二重線部分には縦ぐ、H2100 を設ける。これも後で出てきますので、一応線は引いてありますが、こういうものを付けるということを覚えておいてください。次に、床仕上げはチーク材のフローリング。壁と天井は白の軽イ度塗り。この二つはパースを描くときに、 着彩するときに関わってきます。それぞれの解説、いわゆるどのように設計するかということに関しては下に書いてありますから、これは皆さん読んでおいてください。必ず。では次に16ページ。ここからいよいよ製図に入ってきます。キッチンについて。キッチンのレイアウトはペニンシュラ型、半島型ですね。ワークトップは ワイド2400、デプス900にしなさい。そこにシンクとコンロを設けるんですよ。西側壁面には作業台、下部は収納です。そして冷蔵庫、全自動洗濯機を収める扉付きのキャビネットを配置することとなっています。では具体的にこれを製図していきたいと思います。この部分ですね。ちょうどキッチンの部分。 ここをどのように書いていくか。その前にまず平面図というのはどういうものか。だいたい床から1メートルぐらい。900でもいいし1100でもいいんですけど自分で1メートルなのか900なのかって設定してそこを切ります。そして上から見たところ、その断面が平面図になります。ですからかなり低い部分は この中でもあるように、破線で書かなきゃいけない部分も出てきます。それよりも高い部分は、切った部分にはありませんから、そこも破線で書かなきゃいけなくなってきます。それをまず頭に入れておいてください。では具体的に、キッチン。まず問題になるのが、ここですね。キッチンの動線、作業スペース。 をどれぐらい取るかというのがこのポイントになります。で、もう一つ。洗濯機、冷蔵庫。洗濯機の位置です。ここがお風呂ですね。ですからやっぱり近い方がいいので、洗濯機がこの一番近い位置に来るだろうっていうのがわかります。この距離はテキストにもありましたけれども、最低900ぐらい。あとこういうオープンな感じなので、1メートルぐらいあればいいのかなと思っています。 冷蔵庫、洗濯機は奥行きがあるので出っ張ってきます。逆に作業台の方はあまり奥行きがあると手が届かなくなるので600ぐらいにしています。かつ、このワープクトップと高さを揃えてください。ではそれだけの条件で書いていきましょう。作業台は八百五十なので先ほど言った一メートル。 よりも下になるからこの点板部分が見えますですから普通に実践でこれを書いてで中も書きなさいよという指示がありますから箱が2つに分かれてますよっていうのでここに点線を書きますただここは開き戸で棚板があるだけというのでこれ以上は書かなくていいと思いますこの開き戸なんですが表現としては 扉があって、この扉の軌跡を書く。ですけれども、こっちは少し太めに濃く。この軌跡は実際何もないとこですから、今ちょっと太くなりましたけれども、こう細く薄く書いてください。だいたいこの1枚はあまりにも大きいともう自分が下がってあげなきゃダメになるので、最高でも450ぐらい。 で、収めるようにしてください。それで、この作業台ができます。ここを1メートルにしたので、こっちは作業台がもうちょっと奥まってますから、1200ぐらいにして、そこから、このワークトップを書くことになります。大きさは指定されてますね。ワークトップも高さが850ですから、上から見た状態を描きます。 シンクとコンロを書きなさい。シンクはただこういう四角を書いて、なんとなく水線があるっていう状態を書いてればいいと思います。コンロもこれは三つ口にしましたけれども別に二つでも一人住まいってことですからいいですし、ちょっと丸を書いて五徳ですね。の漢字に書いておけばわかると思います。一つ、ちょっとここ消しますね。 ここに破線が書いてあります。これはレンジフードです。書きなさいとは書いてませんけれども、ガスレンジの上には必ずレンジフードが付くことになりますから、こういうふうに破線で上に書いておくと、もっとリアルになりますね。次にこの洗濯機、冷蔵庫の順番ですけれども、 洗濯機は扉付きとキャビネットに入れなさい。冷蔵庫は何も書かれていません。ですけれども、あえて、ここでは同じように箱の中に入れることにしました。その方が見かけがいいように思ったので。ただ、これも自分で冷蔵庫は直に置いた方がいいと思ったら、この箱を書く必要はありません。どちらにしても箱の書き方として、実際、ここに書きますね。 ここは25とか30ぐらいしかないんです。ですけれども、25、30を50分の1の平面図で書くともう、ほぼほぼ見えなくなってしまうので、だいたい50ぐらいで今書いてます。それで三方を囲んで、その中に洗濯機を入れて、 扉、先ほどの言った書書きき方で書きます。同じように冷蔵庫もこの部分は共通になるので書いてこちらは扉なしということになります。このように平面図はどういう状態のものを書いているのかあと直に置くものと箱に置くものの表現の仕方。 あと、扉などの軌跡。実際物はないけど、扉がこういう線ですね。4分の1円。そこは薄く細く書いて、扉は濃く書く。っていうのを、このキッチンの部分では覚えるようにしてください。